リチャード・ドイルによるパンチ表紙。パンチはヘンリー・メイヒュー及びマーク・レモン、そして木版画家エビネ・ザー・ランデルズにより1841年7月17日に創刊されたイギリスの週刊風刺漫画雑誌である。パンチの創刊者たちはフランスの日刊風刺新聞ル・シャリバリ・レ・シャリバリを見てイギリスにも同様の雑誌を作ろうと考えた。 その風刺的かつユーモラスな意図を反映して、彼らはその雑誌に、イギリスの大衆向けの伝統的な人形芝居、パンチとジュディの主役であり、過激な言動で知られていたキャラクターである、ミスター・パンチの名を冠して発行人に据え、また、フランスの雑誌にあやかって、ザ・ロンドン・シャリバリと副題を添えた。現代の英語で、カートゥーンが漫画を意味する言葉となったのは、パンチの功績である。 プレートゲームの風刺が、クマとライオンに狙われたアフガニスタンを描いている。コンゴ自由国の風刺が、手を切り落とされるコンゴ人を尻目に、コンゴでも受けるレオポルド2世を批判している。相関号の表紙は、挿絵画家のアーチボルド・ヘニングが担当した。相関号は、W. ブライアント出版社から発売され、雑誌サイズは A4 版14ページ。 値段は3ペンスで、第1冊5000部と増冊5000部の計1万部を売り上げた。1849年1月のリチャード・ドイルによるミスター・パンチと中堅・トビーを配した表紙は好評を博し、以後107年間にわたってこのデザインがパンチの表紙として定着した。かのアーサー・コナン・ドイルのおじであるドイルは同志の常連機構者であった。イギリス国外での パンチの派生雑誌として、日本の横浜居留区で1862年に、チャールズ・ワーグマンにより創刊された、ジャパンパンチや、中国のチャイナ・パンチ、アメリカ合衆国のパンチネロがある。ジャパンパンチは、日本における漫画の故障の一つである、ポンチへの語源となった。特筆すべき寄稿者として、ジョン・ベチェマン、A.P. ハーバーと a m ルン、アンソニー・パウエル、 ウィラード・ R.S.P., W.C. セラーと R.J. エイトマン、サッカーレー、アルテムス・ウォード、P.G. ウッドハウスがいる。ジョン・テニエルは19世紀後半の常連機候者で、健康上の理由による数回の救済を除いては、50年間にわたり、毎週1ページ全体を使った政治漫画を連載していた。パンチによって、玉石混行ながら、英語にいくつかの新たな語彙が生まれた。 The Diary of A Nobody や 1066& All That のようないくつかのイギリスユーモア小説の古典は最初にパンチで連載された。雑誌パンチは創刊から150年後の1996年前半に実業家モハメド・アルファイドがパンチの使命を買収し同年の終わりに出版を再開した。この新雑誌は利益を生み出せず、 2002年5月観光停止が発表された。その時の報道記録によれば、6年間の出版による損失は約1600万ポンドに上り、最終的な定期購読者は6000名のみであった。第一次世界大戦の期間を含む1923年以前のパンチのバックナンバーは、プロジェクトグーテンベルクで閲覧可能である。ありがとうございます。